コメント返信コーナー。はい、今回はやります。前回はできなかったので2回分まとめて返していくよ。まずは妖怪学園 Y のコメントから。私は神です。展開から見てます。もしよかったら展開の映画もレビューしてくれませんか。おやばいぞ、オプヌシ、とうとう神様までコメントしてきたぞ。やばいね、これはちゃんと答えないと天罰が下りそう。でも、展開の映画って、どうやって見るの？誰か展開の映画の見方を知ってたら教えてください。それじゃあ次のコメント、クワイエットプレイスのレビューをしてください。日本だと賛否割れてるみたいだけど、僕は大好きな作品だよ。そういえばオプヌシ、去年のランキングで9位に入れてたね。来年に続編が来るみたいだからその時にやってみたいね。ただ、続編が必要な作品かどうかはちょっと疑問だけど。はい、次。大雑把でもいいから映画のシャドウサイドの評価もしてほしい。僕は嫌いではないけどね。妖怪ウォッチとしてどうかはともかく、キャラクターは悪くないし、なんだかんだでラストバトルは結構上がってたよ。ストーリーも妖怪学園 Y と比べればはるかにまともだしね。ただちょいちょい見える大人の事情が足を引っ張ってる印象かな。ゲゲゲの鬼太郎とのコラボとか完全に無駄な寄り道だしね。あと、夏目を演じてる上白石萌音の声が好きだった。テレビ版だと結城葵が演じてるんだっけ？そうだね。もちろん結城葵はすごく上手いんだけど、ちょっと別人のように感じちゃうんだよね。特にミッチーやウィスパーへの存在の扱いを見てるとね。はい、じゃあラスト行ってみよう。うつ主さんが一番成功したと思うゲームが原作の映画って何ですか？名探偵ピカチュウ。即答ね。他に思いつかないし、ゲームの映画化って基本地雷だもん。バイオハザードとかは？2作目までなら成功かな。トータルだとひどいけど、ぶっちゃけバイオ映画って監督の奥さん PR 映画だからね。あの監督、次はモンハンの実写化やるんだよね。どうなることやら。はい、続いて、詩人層の殺人のコメントを返していきます。まずはこちら。ジュマンジのレビューはしないんですか？申し訳ありませんがちょっと無理そうです。本当は言いたいことが山ほどあるからやりたいんですけどね。リクエストしてくれた方々ごめんなさい。他にも、ルパンとかヒロアカとかもやりたかったんだけどね。あとバーフバリは僕も見てるよ。あれも相当ぶっ飛んだ映画だよね。ここ数年で一番のびっくり映画だね。続いてはこちら。怪獣映画を解説しないのは嫌い、また歯苦手なジャンルなんですか？そんなことないですよ。むしろ大好物です。単純にタイミングがなかっただけでいつかやってみたいと思ってます。来年、ゴジラ VS コング、やるからその時にやるかもね。はい、それじゃあラスト。衝撃展開といっても作品タイトルからネタバレしていませんか？いや、タイトルから予想できた人はすごいと思うよ。知った後だと確かにそう見えるけど、事前に気づくのはなかなか難しそうよね。この人は気づいてたのかな？だとしたらすごいと思うよ。それじゃあ今回はここまでね。あ、ちょっと待って、最後に一つだけコメントを返すね。うわぁ、コメント消えてる。都合の悪いコメ消すんだね。かぐや様は小倉世帯の動画のコメントなんだけど、このチャンネルの運営方針に関わる重要な話なので返します。あれ、うつ主コメント消したことあったっけ？いや、叱って言うけどコメント削除はしてないし今後もしないつもりだよ。でも以前に別アカで投稿してた動画を一回削除して、こっちのアカウントで再投稿してるから、以前の動画のコメントは全部消えちゃってますね。その時のコメントのことを言ってるのかな？だとしたら申し訳ありません。でもこのチャンネルの方針としては、特定のコメントを削除したり誰かのアカウントをブロックしたりはしないつもりです。スパムの可能性のあるコメントも許可を出してるし、よほどひどいコメントが来ない限りは対処するつもりはありません。もちろん自分に都合が悪いからって削除したりはしません。そんなのやってたらキリがないしね。僕もこういうことをやる以上人から批判されたりするのは覚悟してるからね。そういうコメントもちゃんと受け止めるつもりだよ。ただあまりにひどい暴言とかならちょっと考えるかもしれません。まあよほどのことがない限り全てそのまま公開するので、今後もじゃんじゃんコメントお願いします。はい、かなり長くなっちゃいましたが今回はここまで。それでは本編始めます。はい、それじゃあ2019年最後の映画レビュー始めましょう。今回紹介する映画はこちら。スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。スターウォーズシリーズの最新作ね。フォースの覚醒、最後のジェダイに続くシークエル3部作の最終章であり、エピソード1から続くスカイウォーカーサーガの完結となる作品だよ。ついにこの時が来たわね。今年の最後を締めくくるにふさわしい作品ね。42年にわたる壮大なサーガの終わりだからね。今年はアベンジャーズや X メンといった大作シリーズの完結が多かった年だけど、歴史の長さで言えば圧倒的、注目度は桁違いだろうね。ただ、正直なところ不安の方が大きかった作品でもある。まあ前作がだいぶあれだったからね。そうだね、その辺をちょっと振り返っておこうか。すでに前2作は別アカの方でレビュー済みですが、改めて僕の感想を簡単に言っていきます。まずは、フォースの覚醒。ウプ主は絶賛派なんだよね。シリーズ全体でもトップクラスに好きな作品だよ。フォースの覚醒は何と言っても新キャラクターたちの魅力と、彼らの物語をもっと見たいと思わせる力が素晴らしい一本だった。確かに新キャラたちが一気に好きになった作品だったわね。
全体的には新たなる希望の物語をなぞっているから、保守的とか解雇主義とか言われてるみたいだけど、そういった過去の要素もしっかりとリスペクトしつつ、ちゃんと新キャラクターたちを立てるように作られていたと思う。数多くの伏線も残し、この後が楽しみになるような第一章であり、一度は終わったスターウォーズに、もう一度ファンの人たちを引きつけることに成功した見事な作品だったと思うよ。ただし、その分後の作品への負担が尋常じゃないほど大きくなったけどね。フォースの覚醒が残していった伏線とかを回収しなくちゃいけなくなったからね。正直今となってはバトンの渡し方はとても親切とは言えなかったね。そしてそんなバトンを渡された2作目の最後のジェダイ。賛否が真っ二つに割れたシリーズ最大の問題作ね。監督のライアン・ジョンソンが何を目指したかはわかるんだけどね。ただその目指したものの高さに対して、作品の力が完全に置いていかれてる。特に脚本のクオリティの低さは目に余る作品だった。いくらなんでも突っ込みどころが多すぎたもんね。無駄が多すぎるし、レジスタンスがバカすぎるし。何よりも、スターウォーズが築き上げてきた型を悪い方向にばかり壊してしまったのが問題。結果として多くのファンからの怒りを買い、作り直しの署名活動まで起きる始末だからね。フォースの覚醒で残していったものすら捨てていってしまい、スターウォーズというものをボロボロに破壊してしまった作品だった。僕個人としてもとても認められるものじゃなかったね。まあそんな感じで、フォースの覚醒で切った最高のスタートを、台無しにしてしまったとも言えるのが最後のジェダイだった。その後にあった、ハンソロもこけちゃって、シリーズが崖っぷちの状態なのよね。内容は別に悪くないんだけどね、僕はそこそこ好きだよ。まあとにかくシリーズ全体の危機の中で、ついに来たのが今回のスカイウォーカーの夜明け。そして監督にはフォースの覚醒の JJ エイブラムスが復帰。自分が広げ、ライアン・ジョンソンが無茶苦茶にしていった風呂敷を畳むという尋常じゃない難易度のミッションに挑むことになったね。JJ にかかるプレッシャーは恐ろしいものね。JJ の立場的にもすごく難しいよね。スカイウォーカーサーガは終わっても、今後もスターウォーズ自体は続いていくわけだから、今のファンたちに今度こそ納得してもらえるものを作って、ファンが離れるのを防ぐ必要があるし、かといって、最後のジェダイを否定するようなものを作るわけにもいかない。少なからず JJ も制作には関わってたはずだし、一応身内であるライアン・ジョンソンの仕事を否定はできないよね。そう、ファンに拒否された最後のジェダイを引き継ぎつつ、ファンに納得してもらえるスターウォーズを作り、シリーズ全てという大風呂敷を畳む離れ技をやらなくてはいけないんだ。もう想像するだけで頭が痛くなる難題ね。そんな状態でついに公開された今回のスカイウォーカーの夜明け、僕も正直期待より不安の方が大きかったわけですが。で、実際にできたものを見た感想は？そうだね、まず結論から言わせてもらうと。正直言いたいことは山ほどある。欠点は多く手放しで褒められる映画ではない。でも、JJ は本当に頑張った。よくここまで持ち直したと彼の仕事を称えたくなる作品だった。おお、ということは絶賛ってこと？いや、絶賛ってわけではないかな。この後結構文句も言うと思う。欠点は多いけど、それでも綺麗ではないにしても風呂敷をきっちり畳んでくれたし、何よりも、ちゃんとスターウォーズになってた。確かに完璧とはとても言えないし、また賛否は分かれるだろうけど、ここまでやりきってくれた JJ には感謝しかないね。なるほど。で、どんな感じだったの？まず、本作は前作で壊されてしまったものを取り戻すという点が目立ったね。例えばカイロレンのマスク。前作で破壊したマスクを修理しているのは前作で壊したものを直していく象徴と言えるね。他にも前作が放り投げてしまったものを必死に拾い直してもいる。フォースの覚醒でラスボス的ポジションとして登場したにもかかわらず、前作であまりにもあっさり殺され結局何者なのかわからなかったスノーク。彼の正体に関しても一応回収してた。あと、前作で燃やしてしまったジェダイの書物も本作では重要な役目を果たしてるね。あれ、でもこれって前作で燃やしちゃったんだよね。なんであるの？さあ、レイがこっそり持ち出してたのかもね。まあそんな細かいことは置いといて、前作ではただのカビ臭い本と切り捨ててしまった本を重要なアイテムとして役立ててるのも修復の一つだね。そして、監督が JJ に戻ったことでフォースの覚醒で見せたシークエル3部作本来の魅力も復活している。何度も言うけどシークエル3部作最大の魅力は新キャラの魅力。前作ではカイロレンを除きレイたちの魅力を全く掘り下げてないどころか後退させたように感じた。何よりレイたちが完全に別行動だったせいで、キャラクター同士の関係性に何の変化もなかったのがすごいがっかりだった。確かに、ボートフィンがちょっと絡んだ程度で、全員が揃ったのはようやくラストでって感じだったね。帝国の逆襲もルークはレイヤーたちと別行動はしてるけど、序盤のうちに十分にそれぞれの関係性を描いてた。最後のジェダイではそれが全くと言っていいほどなかったのが大きな不満点でもあった。それを反省してか、今回はレイ、フィン、ボーの3人ががっつりチームとして行動している。3人のキャラクター、関係性をしっかりと掘り下げ、まさにみんなが見たかった、フォースの覚醒の先を見せてくれたと思うよ。そういえばレイとボーなんか前作のラストでようやく出会ったばかりだったもんね。そう、だから今回ようやくレイとボーの掛け合いが楽しめるんだ。あと、個人的に重要だと思ったのは中ばっかの扱い。前作ではほとんど役割のない空気だった
った中ばっかだけど、中盤でファーストオーダーに捉えられてしまうという展開がある。まあ正直この捕まるまでの下りには言いたいことはいろいろあるんだけど、捕まった中ばっかをレイたちが敵艦に乗り込んで助け出すことで、旧シリーズのキャラクターも大事に扱ってるというのが伝わってきた。最後のジェダイで非常に目立った旧キャラの扱いも、しっかりと修復してることを表してるんじゃないかな。他にも今まではガヤ的存在で、実はあんまり役目のなかった C3PO に重要な役目を与えていたり、過去の多くのキャラクター、それもオリジナル3部作だけではなくプリクエル3部作やアニメシリーズに至るまで、あらゆるスターウォーズの歴史に対してのリスペクトを感じた一作だった。ヨーダのセリフにあったように、過去を打ち捨ててしまった最後のジェダイとはかなり対照的なアプローチと言えるね。でもそれだと、最後のジェダイでやったことの否定になっちゃうんじゃない？確かにそういう風に見えてしまう部分も多々ある。でもその中で、最後のジェダイの要素も可能な限り引き継ごうとしているとも感じたね。本来なら相反する二つの道を可能な限り両方取り入れようとかなり頑張ってたし、個人的には十分にうまくいってた思うよ。まあこんな感じでシークエル3部作の本来の魅力を取り戻し、前作の要素もある程度引き継ぐという、非常にバランスの難しいことをやってみせた。これだけでも監督は十分に頑張ったと思う。なるほどね。でも、あくまで頑張ったの範囲なのね。この無理難題に対して、JJ だからここまでできたと思いはするんだけど、映画として、3部作およびサーガの完結編としては、どうしても足りないものが数多くあったように感じた。特にストーリーはかなり強引だね。まず今回はお話のテンポが非常に速い。テンポがいいというよりかなり駆け足気味って感じ。完結編として処理しなきゃいけないことが多すぎるから駆け足気味になってるのかな。まさにそんな感じだね。前半は霊たちがある重要なアイテムを手に入れるために、様々な星を渡るアドベンチャー的な要素が強い。この様々な星を冒険するというのも、スターウォーズ本来の楽しさに立ち戻った感じもしていいと思うし、砂漠の星で育った霊が、他の星を見てワクワクしてる描写は、フォースの覚醒の時にもあったものに帰った感じで好きなんだ。ただそのアイテムを手に入れるまでの流れはかなり回りくどいね。ある場所に行って情報を得、また次の場所で情報を得てまた次の場所と、RPG のような回りくどさはどうしても感じてしまう。最後のジェダイのフィンとローズの話に近い感じかな。そうだね。でも最後のジェダイと違って JJ が上手いなと思うのは、最後のジェダイがこのフィンたちの冒険を完全に無意味なものにしたどころか、状況を悪くする原因になってしまったのに対して、この霊たちの冒険がちゃんと意味あるものになっているし、その中で繰り広げられるファーストオーダーとの追跡劇、度重なる霊とカイロレンとの戦いが二人の関係性をより深め、しっかりとドラマを動かすことができていることだね。前作で見せたフォースを使って離れた相手とも会話ができるフォースチャットの使い方もより発展させ、別々の場所で繰り広げるライトセーバーのバトルも面白かった。ここはライアン・ジュンソンの残していったものをうまく活かしてるところなのね。でも前作から始まったフォースの能力のインフレは今回で行くところまで行ったって感じだね。多分監督もかなり覚悟を決めてやったことだと思うけど、正直ちょっと何でもありになってきた感じは強い。演出的意図とか物語上の役割は理解できるんだけど、どうしてもやりすぎ感は拭えないね。前作でインフレを始めちゃったから、止められなかったっていうのもあるかもね。まあそれはともかく、全体的にはどうしても詰め込みすぎて、かなり強引に話を運んでいる作品ではあるね。フォースの覚醒、でも目立ったご都合感もより強くなってる印象もある。今回の上映時間って確か140分ぐらいだよね。そうだね。個人的にはもう10分ぐらいは伸びてもいいから、じっくり描いて欲しかったところも結構ある。エンドゲームが3時間もあったんだし、スターウォーズの完結編ならそれぐらいあっても別にいい気もするよね。難しいところだね。伸ばしすぎると今度は退屈になるかもしれないし、エンドゲームとの比較で言うと、本作に足りてないものはやっぱり積み重ねだね。本作のクライマックスの流れ自体はすごくいいと思うんだ。皇帝の圧倒的な大艦隊に対して、前作で人数が激減してしまったレジスタンスは銀河中に助けを求めるんだ。前作の終盤では誰も助けに来てくれなかった。それでも希望を信じて戦うレジスタンスが、戦うことを諦めて支配を受け入れてしまった人たちに希望の火を灯し、その火が広がって決戦に駆けつける。銀河を支配しようとする暴力に対して、銀河中が立ち上がる最高のクライマックスなんだ。これだけ聞くとすごい盛り上がりそうな展開ね。エンドゲームのクライマックスに近いんじゃない？そう、もちろん僕もそれなりに上がるシーンではあった。ジョン・ウィリアムスの曲も最高だったしね。でも、どうしても足りないものがあるんだ。スターウォーズって二つの勢力の戦いを描いているから、一般市民たちの視点というものが全然描かれないんだよ。これをもっと描いていたら、ここでもっと大きなカタルシスをもたらしたと思うんだ。例えば、フォースの覚醒から本作に至るまでに様々な惑星でレジスタンスたちが助けてきた人たちを描いて、それが全員集結すればもう最高じゃない？これまでのレジスタンスたちの戦い一つ一つが市民たちに希望の火を灯していた。そしてその戦い全てに意味があったとわかる。確かに、想像するだけで熱くなる展開ね。
エンドゲームのあれってまさにそういうことじゃん。21作品もかけて共に戦い守ってきた人たちが、サノスという巨悪に対して一つとなって立ち上がった。その長い長い積み重ねがあったからこその圧倒的なカタルシスなんだ。スカイウォーカーの夜明けも似たようなことをするなら絶対にその積み重ねが必要だったと思う。せっかく駆けつけた味方なのに誰一人顔も見えないんじゃちょっと足りないよ。本作もせっかく前半で3カ所も星を回ってるんだから、そこで出会った人たちが駆けつけてくれればもっと良かった。尺の都合で今回は難しいなら、前作までに仕込んでおくべき。シリーズ3作を通しての準備不足が今回一番足りなかったものだと思う。インタビューとかだとあんまり先のことは考えないで作ってたっぽいからね。3部作全体の連携が取れてなかったって印象はどうしてもあるよね。一番重要な霊の出自に関しても、フォースの覚醒の時点では決まってなかったらしいからね。そのせいで彼女の正体が2点3点してる感じだし、今回の3部作の構成なら、しっかりと全体の方向性を定めて進めるべきだったんじゃないかな。これはもう最後のジェダイが悪いとか以前に制作の方針の問題だね。MCU のケビン・ファイギのような全体の流れを決める柱となる人がいれば違ったのかもね。僕はそうなんじゃないかと思ってる。ちなみに霊の正体ってどうだったの？そうだね。ここは一番重要なところだからネタバレはしたくないね。一応ネタバレにならないようにぼかしていますが、察してしまったらごめんなさい。ネタバレ絶対嫌って人はここで止めてね。僕は霊の正体、そして本作の結末に関しては満足だよ。前作で言ってた霊の両親は名もなき人たちっていうのは結局違ったの？ああ、それは完全に違ったことになるね。前作で出した答えっていうのは要するに、選ばれし才能を持った一族の物語からの脱却、そして、特別な家系でなくても誰でもヒーローになれるというメッセージでもあるんだ。ところが本作で出した霊の正体はやっぱり特別な家系の生まれ。それだと結局血統主義の物語になっちゃうんじゃない？ところが今回はその血統をめぐる話の方向性を変えてきた。今回は選ばれし血統の物語からの脱却ではなく、自らの血統の呪縛とどう向き合うかの話になってるんだ。そして霊はまさに自らの血統の運命に対して抗い、自分が本当に望む存在になるために戦うんだ。そしてそれこそが本作のラスボスとなる皇帝パルパティーンとの対峙なんだ。それってなんかジェダイの帰還と同じような気もするんだけど。そうだね。正直このクライマックスでやってること自体は、ジェダイの帰還の焼き直しにも感じると思う。でも本作がジェダイの帰還と違うのはベンの存在。シリーズを通してレイとベンは対比として描かれてきたんだけど、最終的に二人が出した答えもまさに対比になっている。血を拒んだレイと、一度は拒んだ英雄の血を受け入れたベン。そんな二人が並び立ち共に戦う。ここは最高に上がるクライマックスだった。単に血統による呪縛を否定するのではなく、受け入れる道も肯定する。片方によった結論を出さなかったのが本作の素晴らしいところだと思う。なるほどね。一方に決めつけた結論にしないのは確かに大事かも。皇帝がラスボスになるって聞いた時は正直どうなんだろって思ってたけど、本作を見た後には納得だった。確かにこの物語、スカイウォーカーサーガの最大の敵は皇帝しかいない。確かにこのラストバトルもかなり駆け足気味ではあるし、フォースのインフレ、特に皇帝の強さの何でもあり感はあるし、敵艦隊の倒し方もなんかご都合的に感じる部分はある。結末までの過程ではどうしてもアラが目立ってしまう作品なんだけど、でも最終的な結末、終わらせ方に関しては僕は本当に満足だった。全ての始まりとなったあの場所でのラストシーン、そやあ泣くでしょ。ここも個人的にはちょっと惜しいって思うこともあるんだけど、もうどうでもいいよ。途中いろいろあったけど、広げた風呂敷を乱されたり、畳むのに必死になってつまずいたところもあったけど、それでもよくぞスカイウォーカーサーガというとてつもなく大きい風呂敷を畳んでくれたと。確かに完璧な作品ではない、シリーズ最高傑作ではない。それでもここまでやりきってくれた JJ には感謝の思いが一番大きい。本当にありがとう JJ、そしてお疲れ様でした。それではまとめです。前作、最後のジェダイからシークエル3部作本来の道へと絶妙に軌道修正しつつ、サーガ全体の大風呂敷を見事に畳み切った作品、ストーリーの駆け足感、ご都合感、強引さをかなり感じるものの、サーガの結末としては大満足の作品でした。この伝説の結末をぜひ劇場でご覧ください。これで本当にスターウォーズも終わりか。なんか寂しい感じね。まあスターウォーズ自体はまだまだ続けるみたいだけどね。僕個人としてはもう終わってほしいって気持ちも強いけど、スピンオフぐらいなら見てみたいけど。もうすぐマンダロリアン始まるんじゃない？ああ、そうだね。そっちも楽しみだよ。あと、オビワンのスピンオフも楽しみにしてます。それでは今年の映画レビューはここまでです。次回は僕の2019年映画ランキングを発表します。ウプ主の1位が何か予想してみてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆様、フォースと共にあらんことを。あいつら、本当にこのまま終わる気か。そうはさせないぜ。